インディペンデンス、インディペンデンス、アセスインディペンデンス、CV、CVL-22 は、アメリカ海軍の航空母艦、インディペンデンス級航空母艦のネームシップ。その名を持つ艦としては4隻目。インディペンデンスは、その前身の軽巡洋艦アムステルダム、アセスアムステルダム、CL-59 として寄港された。年月日には、 ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で CV-22 都市ローリー・ワーナー夫人によって浸水され、1943年1月14日に初代艦長 GR ・フェアラム・ジュニア大佐の指揮下収益する。巡洋艦から設計変更された最初の艦としてインディペンデンスは艦軸訓練をカリブ海で行う。その後太平洋艦隊に加わるため、 パナマ運河を通過し、1943年7月3日にサンフランシスコに到着。7月14日に新珠湾に向けて出港し、到着後はエセックス、アセスエセックス、CV-9、ヨークタウン、アセスヨークタウン、CV-10 と、第15任務部隊、チャールズ・ウェイ・パウナル少将を編成して、南鳥島攻撃のための2週間に及ぶ訓練演習を共に行った。 その間の7月15日付で、インディペンデンス級航空母艦は、艦手が、軽空母、CVL に変更され、インディペンデンスのは、CVL-22 に変更された。第15任務部隊による、南鳥島攻撃は9月1日に行われ、島の施設の70%以上が破壊された。続く作戦は10月後、7日のウェイクと攻撃であり、 艦載機による攻撃と重巡洋艦の艦砲射撃で、ウェク島の日本軍施設は大打撃をこむった。一連の作戦は、アメリカ海軍での機動部隊運用に関する、新戦術の試験運用として行われたが、パウナル少将の臆病の極みを見せた式ぶりが、問題視された。それでも、第15任務部隊は反撃らしい反撃を受ける、ことなく、真珠湾に帰投した。 インディペンデンスは10月21日、エスピリトサント島に向けて、真珠湾を出撃した。この頃、ブーゲンウィル島の戦いが始まりつつあり、第3艦隊、ウィリアム・ハルゼー大将は、機動部隊でブーンビル姉妹の上陸を援護していた。折しも、ラバウルに向かう栗田竹雄中将を率いる日本艦隊の動向をキャッチしており、ハルゼー大将は栗田艦隊への攻撃を命じた。 11月5日にサラトが、アセス・サラトが、CV-3 及びプリンストン、アセス・プリンストン、CVL-23 の第38任務部隊、フレデリック・シー・シャーマン少将を使って、最初のラバウル空襲を行い、ラバウルに進出したばかりのクリタ艦隊は大被害を受け、あっけなくトラック諸島へ逃げ帰った。ハルゼ大将は上陸支援のためダメの攻撃を明 第38任務部隊に加えて、ガルバニック作戦があっていた第5艦隊からも、部隊を借りることとした。インディペンデンスは、エセックス、アセスエセックス、CV-9 及びバンカーヒル、アセスバンカーヒル、CV-17 とともに、その借りてきた部隊である、第50.3任務部隊、アルフレッド・イーモント・ゴメリー少将に属しており、第50.3任務部隊は11月5日に、 エスピリトサント島に到着した後、整備と補給の後11月8日に出撃した。11月11日、両任務部隊は、ラバウルを挟み撃ちする形で空襲を行い、ラバウル港内に多た第二水雷戦隊に打撃を与えた。日本軍は反撃のため航空機を繰り出してきたが、第3次ブーゲンビル島沖港船、インディペンデンスの砲士は6機の日本軍機を撃墜した。 第50.3任務部隊はこの後、エスピリトサント島に帰島して燃料を補給し、第5艦隊に復帰の上、ギルバート諸島に向かった。11月18日と20日、インディペンデンスの関西機は上陸に先駆けてタラワを攻撃。20日の日本軍による反撃でインディペンデンスは6機の日本機を撃墜したが、5本の雷撃を受けそのうち1本が、 右ゲに命中した第一次ギルバート諸島沖航空船。船体を破損したインディペンデンスは、従順に用館ペンサコーラ、アセスペンサコーラ、CA-24 などの護衛を受け、11月23日に船フフィ島に向かい修理を受けた。ギルバート諸島攻略船は、太平洋における日本本土侵攻の 第一歩であったが、インディペンデンスは1944年1月2日に、本格修理のためサンフランシスコに帰島した。この間、マーシャル諸島、トラック、サイパン島などから、日本軍の兵力がほぼ一掃された。インディペンデンスは修理で、カタパルトが増設され、修理完了後7月3日に、真珠湾に戻った。この頃、夜間戦闘機バージョンの F6 回、 ヘルキャットである、海6階から 5N が登場し、夜間戦闘機だけで構成された飛行隊も開設された。しかし、これら夜間飛行隊は、定数も少なく、また昼間の戦闘に借り出されることも多かったので、有効的な活用が難しく邪魔者扱いされることも、あった。そこで、一隻の空母の搭載機をすべて、夜間戦闘機だけにしてはどうかという構想が出された。 構想は採用され、搭載機のほとんどを夜間戦闘機にする専用空母として、白羽の矢が立ったのが、修理を終えたばかりのインディペンデンスだった。ハワイ水域に到着すると、インディペンデンスは、新編成の第41夜間系空母飛行軍を乗せ、夜間発着訓練を開始する。的訓練をエニエトック干で8月24日から29日まで継続し、 第38任務部隊、マーク・ミッチャー中将に編入されたインディペンデンスは、パラオ攻略戦参加のため8月29日に出撃し、ついで、フィリピン攻略のための作戦活動を行う。インディペンデンスの夜間飛行軍は、構想通り、夜間偵察及び夜間戦闘警戒飛行を中心に行ったが、肝心の夜間の出番は少なく、しかも夜間戦闘用のレーダーも敵手に渡るのを防ぐ。 ために撤去れたため、飛行軍のパイロットからは不満が出た。9月に第38任務部隊はフィリピン侵攻に向けて連日の攻撃を行った。インディペンデンス搭載の第41夜間軽空母飛行軍は9月12日の夜にサマール島上空で100式司令部偵察機を撃墜して初めての夜間戦闘の戦果を挙げた。この期間に 日本軍の本格的な反撃はなかったため、インディペンデンスは夜間の作戦活動から昼間作戦活動も行うようになり、ルソン島の日本軍拠点を攻撃した。第38任務部隊は10月初旬にうるしい白地で補給を受けた後、10月6日に沖縄攻撃に向けて出撃した。第38任務部隊は沖縄、台湾、フィリピンに対して攻撃を行った。 日本軍の航空反撃は、インディペンデンスの艦載機による昼間攻撃及び夜間、偵察、攻撃によって撃退された。特に、夜間での戦火は、夜間戦闘機に対する評価を高める結果となった。空母部隊は10月23日に、フィリピンから東に向けて出航した。後にロバート・カーニー提督が、壮大な規模の何かが進行中だったと、回想したように、 アメリカ軍の構成は明白なものであった。少々指揮下の第38.2任務軍に属するインディペンデンスの飛行軍は10月24日の渋谷海海戦で栗田武を率いる中央艦隊に対して攻撃を開始する。インディペンデンスの艦載機を含む航空部隊は戦艦武蔵を撃沈し巡洋艦を航行不能にして栗田艦隊を西方に追い払った。 その夜、ハルゼー大将は当面の撃破目標を北に発見した小沢ジ三郎中将を率いる機動部隊とし、戦艦や巡洋艦、駆逐艦で構成された特別編成の第34任務部隊、ウィリスエイリー中将及び3個、ストム軍を機動部隊撃滅に急行させてサンベルナルジの海峡をガラ空きにした。この時、インディペンデンスの夜間探索機は再び投降する。 クリタ艦隊を発見し、さらにここ数日間転倒していなかったサンベルナルジの海峡の灯台が高校と転倒されているのを発見。報告を受けた防岸少将はハルゼー大将に報告しようとしたが、ハルゼー大将の幕僚もこの報告を受信しており、幕僚は防岸少将にもう知っていると返事した。第38任務部隊は25日朝から、 小沢艦隊に対する攻撃を繰り返し、小沢艦隊の空母4隻をすべて撃沈した。しかし、その感激をついた、栗田艦隊が、サンベルナルジの海峡を突破して、サマール島近海で、クリフトンスプレーグ少将を率いる護衛空母特築艦、護衛駆逐艦からなる第77.4、三人無軍、通称、タフィさんを攻撃。0手1方面の敵勢力は、 第七艦隊、トーマス C キンケイド中将指揮下の砲撃部隊で対処できると考えていた春勢大将だったが、キンケイド中将の泣き事に加え太平洋、艦隊司令長官チェスターに三つ大将からの第34任務部隊は、どこにいるか、世界がいぶかっているの伝聞を受けショックを受け、空母部隊のうち1個任務軍と、第34任務部隊のうちの戦艦と、軽巡洋艦、 駆逐艦を南下させ、大急ぎで栗田艦隊攻撃を行った。冷凍機械戦でアメリカ艦隊は多大な戦果を上げ、激戦の終了は同時に日本海軍の終焉も意味していた。インディペンデンスは航空偵察とフィリピン攻撃を行う第38任務部隊への夜間航空援護を継続した。これらの作戦活動でインディペンデンスは 空母部隊の前進に大きく寄与した。インディペンデンスは、うるしい白地に帰討し、11月9日から14日までの間、遅れた休暇と補給を取る。しかしながら、すぐに、フィリピン沖での夜間攻撃と防衛作戦任務に就く。作戦活動は1944年12月30日まで継続し、この間コブラ台風に遭遇。 艦自体に大した被害はなかったものの、何名かの乗組員が、激浪にさらわれて、行方不明となった。その後、うるしい白地で、休養の後、この当時は、夜間戦闘機専用空母となっていた、エンタープライズ、アセスエンタープライズ、CV-6 と、夜間戦闘機空母部隊を組んで出撃した。1945年1月3日から9日まで、 ルソン島のリンガエン湾上陸を支援し、カムラン湾に潜むと見られた航空戦艦伊勢と日向を始末するため、ハ春勢大将は艦隊を南シナ海に向ける。インディペンデンスとエンタープライズの夜間偵察機も伊勢と日向の捜索に参加した。しかし、伊勢と日向はリンガ白地に移動した後で、第38任務部,部隊は台湾、インド市が中国本土の日本軍基地を攻撃し、 軽巡洋艦貸し率いる非86戦団を全滅させた。フィリピンの戦いをめぐるこれらの支援作戦は、この方面での空母の夜間活動の終了を示すこととな。南シナ海での作戦を終えたインディペンデンスは1945年1月30日に修理のため、真珠湾へ向かった。1945年3月13日、修理を終えたインディペンデンスは、 うるしい干渉に戻り、翌日には沖縄に向けて出撃する。3月30日、31日には進行前の空爆を行い、沖縄戦、第1日目の4月1日の攻撃では補給施設と航空機を破壊した。日本軍の絶望的な抵抗に対し、インディペンデンスの関西機部隊は多数の敵機を撃墜した。 インディペンデンスは6月10日まで沖縄水域に泊まり、その後レーテ島に帰島した。1945年7月1日、インディペンデンスはアーサー・ W ・ラドフォード少々指揮下の第38.4任務軍に加わり、日本本土に対する最終攻撃のため出撃した。第38任務部隊は8月まで日本各地を攻撃し、インディペンデンスの関西域は、 空中紹介を行う一方、ヤ田部浦川、ラカムロランなどを攻撃し、7月24日と28日のクレグ空襲では、軽巡洋艦大淀と従巡洋艦とね、戦艦春菜に損害を与えたと判定された。8月15日の日本降伏後は、関西機による捕虜収容所の捜索飛行を継続し、上陸部隊への航空支援を行った。 インディペンデンスは9月22日に東京湾を出港し、サイパン島とグアム経由で10月31日にサンフランシスコに到着した。インディペンデンスはマジックカーペット作戦に参加し、1945年11月15日から福音兵輸送に従事する。1946年1月28日にサンフランシスコに到着。その後、 ビキニ干渉での原爆実験、クロスロード作戦の目標艦に指定された。7月1日の爆発実験エイブル、アブルでは爆心地から1.5マイルの地点に係流され、艦には爆風で生じたシワが生じ、漏水も発生したが沈没しなかった。7月25日の爆発実験ベーカー、ベーカーにも強用された後、インディペンデンスはクエゼリン干渉に係流され、 1946年8月28日に退役した。その後、放射能に汚染されたインディペンデンスの船体は、新珠湾、サンフランシスコに栄光され調査された。船体は1951年1月29日に、カリフォルニアの沖合で、兵器実験に供用され沈没した。この際、インディペンデンスは放射性廃棄物を乗せたまま沈没し、 近海の漁業に影響が出たという抗議があった。2015年4月には、米海洋大気局の調査によって、カリフォルニア沖合約48キロ、水深約790メートルの海底に、やや右舷側に傾きながら、ほぼ原型をとどめて沈んでいるのが確かめられた。インディペンデンスは、第二次世界大戦での選考により八つの従軍聖賞を受賞した。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。